第134号紹介特務艇は、日本海軍の特務艇、第1号型紹介特務艇の52番艇、太平洋戦争の終戦時に残存し、戦後は所属と定名を変えながら一貫して、総会に従事した。マル計画の特務艇、第2121 21号艦型の134番艇、仮称艦名、第2254号艦として計画。 1944年11月5日、第134号紹介特務艇と命名されて、第1号型紹介特務艇の49番艇に定められ、本籍をクレチンジュフト家庭。1945年1月20日、戦隊外正により、株式会社四国選挙工業所からクレ海軍交渉へ引き渡し、2月26日竣行し、 本席をクレチンジュフに定められ、佐疫防備隊に編入。3月2日、佐疫防備隊から削除され、連合艦隊第22戦隊第4監視艇隊に編入。4月1日、第4監視隊は、鹿児島への進出を開始し、4月10日以降は、鹿児島で整備と訓練に従事。5月18日、第5特攻戦隊作戦指揮下に編入され。 軍隊区分第2特攻部隊に配置。5月中は、種子島への輸送に3回従事。6月15日、第7艦隊作戦指揮下に編入。軍隊区分津島海峡方面部隊、北九州防備部隊に配置され、総会と対戦相当に従事。7月1日、第4艦指定隊から削除され大阪警備府、大阪港湾警備隊に編入。総会。 航路警戒、空襲監視に従事、終戦時残存。8月31日現在、機関の運転不能で木津川選挙にて経流。戦後は、総会に従事。11月30日、海軍省の廃止に伴い除籍1945年12月1日、第二福音省の会長に伴い、大阪地方福音局所管の総会館に定められ、 同局総会部大阪支部所属と定められる。また、同日から官名を衝徳第134号としている。1946年6月15日、副委員長の会長に伴い、所属を阪神総会部に改められる。6月25日、阪神総会部は神戸総会部に解消11月1日、神戸総会部は阪神総会部に解消 1947年8月1日、阪神総会部が廃止され、所属を下関総会部に改められる。1948年10月、海上保安庁発の越定式に参加するため、神戸港を出港中の同町総会戦軍。手前から3隻は昭徳第84号、昭徳第134号、昭徳第136号の順。 1948年1月1日、副委員長が廃止され、運輸省に移管。5月1日、海上保安庁に編入され、総海戦 MS-20 となる。8月20日、船名を衝突第134号 MS-20 に定められる。朝鮮戦争の際、本船は、日本特別総海体、第一総海体指揮艦船として、 1950年10月11日から10月30日にかけて、新川沖の総会に従事した。1951年12月1日、鮮明を落としま、MS-22 改正。1952年8月1日、保安庁警備隊に移管され、第2爆僚幹部舞鶴航路警戒隊、第9総会隊に編入。 1954年1月15日、舞鶴地方総監部舞鶴基地警防隊第9総会隊に編入。1954年7月1日、保安庁警備隊は海上自衛隊に改組。総会艇となる。舞鶴地方総監部舞鶴基地警防隊第9総会隊に編入。1957年9月1日、定番号を MSI-681 に改正。1958年9月9日、呉地方総幹部大阪基地帯、第5総会隊に編入。1961年3月31日、支援船に編入され、船名を総改造船18号をやむ -18 に改正。1962年3月31日、海上自衛隊から除籍された。 AB 世界の艦船、海上自衛隊全艦停止、P42 による。世界の艦船、日本海軍護衛艦停止、P113 では、昭和27年8月1日保安庁警備隊に、遺憾、総海艇に、分類としている。本来の定名表記は、第134交渉会特務艇。本艇が特務艇類別東急別表に、 搭載された1944年11月5日、時点で、第27号紹介特務帝、第33号紹介特務帝、第34号紹介特務帝が、同票未搭載のため、1944年11月5日、時点で、法令上は49番帝。これら3席を含めると通算で52番帝となる。ありがとうございます。